受かるためにはどうすればいいですかね。思考体力とかも大切だと思いますね。分かんないって言わない、もうそれをしたら受かるから頑張ろう。僕も徹底的にもうそれだと思います。受かるためにはどうすればいいですかね。まだ何もやってない人って、まあ、コンサル志望の人は少ないかもしれないんですけど、これから就職活動って盛り上がっていって、でもやばい、まだ何もやってないっていう人が8割ぐらいなんですけど、その方は今から行動しても間に合いますかね。間に合います。コンサルも間に合います。まだコンサルも間に合いますか。内定もらって入社してる人もいるので全然間に合います。例事なしでいくと、地頭いいやつ取りたいというのをコンサル人事皆さん言ってるので、地頭をどこで見てるかというと、面接の中でのコミュニケーションで見ていて、でそこで地頭をアピールできるかどうかが大事。何についてのその地頭を用意しておけばいいかというと、まずは一つ目、ケーススタディの練習をとりあえずたくさんすること。もうこれほとんどある企業はほとんどなので、本を買って何回も何回もワークをすること、あと自分の経験について賢く語れること。だから過去の意思決定でなぜこれをしたんですかって、自分の中でこういう選択肢がある中でこういう理由でこういう優先順位付けをしてこの選択肢を選びましたみたいな形で、過去の自分の意思決定だったりとか体験とかを論理的に話すっていうことをもう棚卸ししておくことと、あともう一つ、3つ目で聞かれるのが、入社してからのことを論理的に語れるかどうかで、例えばうちってこういう事業内容、こういうクライアントさんにこういうコンサルティングをすることがあるんだけど、こういう時あなただったらどうするみたいなところって、でもその業務イメージとかバックグラウンド知識がないと答えられない部分だから、それは自分が志望しているコンサルがどういうクライアントにどういう課題をどういう方法で解決しているのかみたいなのを調べたり、帯本を聞いたりして仮説持って答えるようにしてて、でこの案で通ると思いますかっていうのをその会社の OB に見せる、ここのロジック甘いよみたいなのをあらかじめ叩いてもらって、それを答えるをすると内定出たから。そうそう、素晴らしい。内定取ると思います。もうそれをしたら受かるから頑張ろう。僕もよく言うんですけど、はい、地頭がいいってどういうことなんでしょうね。もう地頭がいいって何ですかって聞かれたら、しゅん君なんてこと言うの。僕は相手の考えていることが分かることと、物事に対して正しく理解することですかね。その解決能力とかは正直そこまで関係ないなと思います。理解にちゃんと上げることが大事かなと。で、いかがですか。実際にケーススタディをやってる会社さんとかでも、いくつかそのロジックっていうものの採点基準ってあると思っていて、思考体力とかも大切だと思いますね。分かんないって言わない、ずっと考え続けて分かんないけどとりあえずこれとこれなんじゃないかって回を自分なりに作る、いいですね、っていうところも一つ関係あると思います。地頭の定義なんでしょうね。安田さんは。僕はね、いつも聞かれるのは、今ね、しゅんさんが言ったのもそうだし、あとまあ概念理解力っていう、その多分これってこういうことだろうなってきちっと概念化できるっていうのかなっていう、いかがですか。地頭がいいね。難しいですね。でもその基本になっているのって、分ける力、分解する力だと思っているんですよね。 A イコール B イコール C みたいな、いろいろ論理的思考能力であると思うんですけど、 A と B と C っていうのを分けて正しく理解するっていうのが、そもそもそこができる人が少なくて、だからこそなんかそのグループワークとかディスカッションとかで、この A の定義の意思疎通をみんなで揃いましょうみたいなのってするので、そこだと思うんですよね。言葉とか概念を分解できる、分解して解像度高く理解できることだと思っていて、それって鍛えれるんですか。鍛えれると思うけど、どうやったら当たるのかな。本があるんで、この本読んだらいいよという本があるんで、はい、送ります。今のお話聞いてたら、概念理解とか分解する力ご自身ではあると思いますか。その解決とかよりかは理解するっていう点ではできるのではないかと。根拠とかってありますか。ビジネスコンテストで自覚したことだったんですけど、グループとかで話してるときに、あ、こういうことだよねっていうふうに一旦こうまとめるみたいな、そういう役割を結構自分はしてたんで、その把握してまとめるみたいなところはできるかなと思っています。ただその先のじゃあどうするとか、解決策をどう考えるかね、そういうところはちょっと必要ないです。地頭上げる方法もしあったら皆さんからお聞きしたいです。数かなとも思っていて、それこそ島津さんが先ほど企画書を作って、まあ、叩いてもらってっていうような案をおっしゃってたじゃないですか。もう100個ぐらい作ってて、どうですかって言って10個ぐらいいいのがあったら、もう私地頭あるかないか分かんないんですけど、これぐらいやってきましたよと、
今私ができなかったとしてもこれぐらいこう自分で習得しようっていう覚悟があるんですよっていうことを見せつけるっていうのも一つ頭だったりするのかなって感じがしますね。僕も徹底的にもうそれだと思います。もうケースだと思いますね。いかにそれをやるかっていうところ、まあ、当然それでうまくいくいかないできたできないそこから学ぶもうその繰り返しでもう鍛えていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい。ということで、じゃあ今回のお悩み、まあ、コンサルにぼんやり来たいっていうところはコンサルをまず志望してもいいっていうところとコンサルに行くために地頭を鍛えるっていうところと過去の経験をちゃんとしっかり伝えれるようにするっていうところが本日のまとめかなと思います。ということで本日学んだことをフリップに書いていただけたらなと思います。行動を伝える、うん、話を聞いて今すぐやろうって思ったのが動くところで行動していく中でやりたいこととか、 なんか方向性とかも結構見えてくるなっていうのがあったので行動していく中で考えをもっと深められたらなと思います、うん、ありがとうございます。素晴らしい。ということでお三方から最後に一言応援メッセージをいただいて終わろうと思います。じゃあ志村さんからお願いします。はい、社会人になってからロマンとソロバンという自分はこうやりたいというのとでも一定この営業成果を残さなきゃとかっていう数字の部分で葛藤することもあるかなと思うんですけどそうなった時にその両立を目指せる会社に所属できるといいなとは少し思っていて、うん、そのためにはある一定の企業体力とかが必要、うん、なのでやりたいこともやりたい世界観も実現できるしかつ自分もビジネスマンとして力をつけるっていう両軸を意識しながら企業を見れると2社後も葛藤なく働けるかなというふうに思います、うん。頑張ってください。お話聞いてると結構そのずっと自分を探求していく方にエネルギーが向いてるような気がするけど、まあ、ちょっと一歩踏み出してまあ行動でね伝えてみるっていうのはすごくいいなと思ったのとこれからっていうのは本当にその世の中にねどういう変化を起こしていくか価値をどう伝えていくかっていうことと実際のビジネスの成長っていうのはもう一致している。昔はなんかもう綺麗事でお金儲けはできないんだよみたいなことを思ってた時代じゃもうないので綺麗事でお金儲ける時代なので、まあ、それをその自分の内なるものに忠実にキャリアを目指していったらいいんじゃないかなというふうに思います。頑張ってください。将来の変化も楽しんでもらいたいなっていうのが素直に思ってます。人間例えば5年後何してるかって聞くと、うん、まあそんなに経ってない感じするんですけどご自分の5年前を思い出していただくとかなり変わってると思うんですよね、うん、っていう意味ではおそらく働き始めたらもっともっといろんな世界が広がると思うんですよね。なので今完全に決め切る必要はないのでまずは積み上げられるものに一生懸命取り組んでいってもっともっと先に豊かな人生を開拓していけたらいいんじゃないかなって思いました。ということで皆さんの SNS と今日紹介させていた本等は下の概要欄に貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。はい、ということで本日は皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れどうだった。なんかでも自信になる言葉ももらえたし、うん、こんなにさ大人に対して持ってることっていうことをなかったからそれは本当に良かったなってめっちゃ会えたって企画だなって思って今までは自分の根本にある弱い人助けたいって思うと就活として考えた時は全然一致してなくってスキルとかお金とかを重視してたけどでもそういうものが結果的にその社会に自分のそこと繋がっていることをやっている会社だったら多分頑張れるのも頑張れるしそこを OB 用事務だったり話聞いてそこを探して行って、うん、それと並行して実践的なこととかも聞けたからどう伝えるとかどう伝えるとかだからそういうなんか実践的なところと磨いて思いをそううまく伝えられるように頑張りたいです。これからの就活も全部もう道筋できたね。そしたらね。そうだね。なんかちょっと本当道が明るくなった感が。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。